んにちは、春代理メンバーのゆいです。りなです。今日は就活の対策についてみんなで話していきたいと思います。よっ。私はない。つくばねえだろ。学校の単位落とし続けるみたいな。行きたい企業の選考に進むのと。じゃあまずみんなの自己紹介からお願いします。関西大学3年の西尾里奈です。鉄道大学3年生の稲山です。中央大学3年生の久保田志音です。大東文化大学3年の豊田岩です。筑波大学3年の国徳結です。前回は就活の状況についてみんなの話を聞いてきたんですけど、今回はフランクに話していけたらいいなと思います。はい。みんな就活の軸って決まってますか？微妙です。半分決まって半分決まってないみたいな感じ。半分決まってるとベンチャーとかそういう系がいいなってのはあらかた決まってて、けど事業面が何でもいいからいろんな企業見ちゃうで飽きるっていう。2人はどうですか？本当軸が本当悩みで、今軸とか決められなくねって思っちゃってるタイプで、その面接してる時も軸なんですかって聞かれるけど、ほんわかしてるような回答ばっかしちゃって、すごいそれ悩みだなって思ってます。軸足を整えることは割と意識はしてるから決めてはいるんだけれども、なんかそれが正しいのかどうかっていうのは怪しい。なんて言ってんの？向上心はあるけどメインじゃなくてナンバー2としてやっていきたいですっていうのを受け入れてくれるところがいいなっていう、それこそ本当に人で選ぶみたいなのは僕もあるのはあります。はい。どうですか？私はその人がいいっていう、相手ファーストの人とか思いやりがある人が多い会社っていうのと、あとはホワイト。そう、あんまり残業とか多すぎず、プライベートもちゃんと大事にできるようなホワイトのところがいいなって思って見てます。私は定まってないから、面接で聞かれた時も結構とっさに答えたりすることもある。めっちゃわかるそれ。みんなそうなんだ。でも覚えてないよね、なんて言ったら。いや覚えてない。そうなんだ。ちなみにみんな学歴フィルターって感じましたか？ないです。ないです。僕もない。決定的にこれっていうのはない。けど集団面接とかグループディスカッションとかそういうのに今の段階で参加すると、ほぼ全部自分の2つなんか上の大学群とかが多いから、おおっていうのは最初はあったけど、今はあんまり気にしてはない。逆にね、下だから別に失うもんないし、逆にこれ取ったら俺すごくねっていうマインドで動いてるから、そんなに苦ではないかな。ムキムキだな。それはマインドもマインドムキムキだったから、そうしなきゃねやっていけないから。俺すごいいいマインドだな。ゆいちゃんは何か学歴フィールドとか感じたことある？私はない。つくばねえだろ。いや、終わったこれ。終わった。なんかいいとこ行かなきゃみたいな、そういうのになんか押しつぶされちゃうとこはないの？それは高い人なりに。俺はそれはないかな。みんながおーって言って、その逆張りしたいというかさ、こんなこと言ったら怖いけど、なんかおーって言ったらクソつまんなそうだから、全然ベンチャーいららしいね。それ言っておーって言ったらちょっといいじゃん。いいじゃん。それもいい。そういうね、ちょっと激しい思想の持ち主だから。ゆうちゃんはない？私はなんか別に大手に行かなきゃとかはないけど、普通に自分自身が大手に行きたいって思ってる。学校とか関係なしでね、いいと思う。めっちゃ学校最近始まったと思うんだけど、学校と就活とインターンの両立ってみんなどうやってる？俺はほとんど学校行ってないから、基本就活とインターンしかやってなくて、なんかそれを好きなまま思うがまま割合変えてるみたいな。で学校の単位落とし続けるみたいな。20単位ぐらい落としてる。それ面白い。落とした数がもうなんかね、男の勲章みたいな感じだから。バカおもろかった今。やっぱサッカー部受けるがちか。うん、ちょっと受けだった。でも僕も週2しか大学行ってないから、本当それ以外の日は本当ダイアリーにフルコミットしつつプラスバイトみたいなところでやってる感じかな。なんかしおんくん全然寝てないって聞いてないけど大丈夫？塾講師やってるんだけど、そこからせたいなって思う一心で朝方まで塾にいて授業作って。で朝会に出てみたいな感じだから、塾にいるってこと。夜中に。そうそうそう。ブラックや無視やん。超黒いやん。マジですごい。ベンチャー生活。そのモチベーションの源泉っていうのはどこにある？生徒のために、誰かのために頑張りたいっていう気持ちは全然ある。ただのいいやつかよ。いいじゃない。これ企業さんに見てほしいね。可愛くなっちゃうんですよ。僕は授業週3日あって、うん、それはもうほとんど1日で、でその後にもう部活して帰るっていうのが月から水の日常で、木金は授業なくてダイアリーのアポを取ったりとか、うん、商談したりとかっていうのもあって、その後また部活行くみたいな生活だから、うん、なんだろう、そんな別に忙しくはない。忙しそうだけどね。部活は別に合間に入れてるみたいな、木金のどっかで入れたりとか、うん、いやめっちゃね稼働時間少ないのにさ、すげえアポ取って、ね、いやいや全然すごいまだだって、もうちょっと筋肉量がエグいね、ほんとに筋肉量めっちゃ面白かったね。私も授業2日あって対面で、遊びの予定が週1ぐらいと、うん、サークル週1で、残りの空いてるところに、まあ、ちょうどいいインターンとかあれば応募するみたいな感じでやってます。今ダイアリーの編集やってくれてるんだよね、動画のね。はい、編集してます。どれぐらいの時間取られてるの？ちゃんとやれば半日くらいで終わるんですけど、一日とかかけちゃう時もあります。密着とか。わお、申し訳なくなってきた。私は毎日対面授業行ってて、バイトを2つしてるので、もっとやばいな。空いてる時間とかにディレクターとかインスタのお仕事で、あと就活してみたいな。就活の時間ある？どこにあるの？そうなんや。そうなんや。時間もない。隙間時間とか割とあるから、じゃあもう今書くかみたいな感じでやってる。そこ隙間時間で出してる。みんなの今後の抱負をお願いします。稲くんから。僕から。考えようと思ってた。今後は、とりあえずダイアリーのインターンにフルコミットしてバリを出すからなと思っております。就活はそっちのけで頑張ります。僕も、まあ、今やっていること、目の前のことをね、とりあえずこなして、その中で就活にもできるようになったら余裕を作りつつやっていけたらいいかなと思ってます。さっきも言った通り、目標設定っていうか数とかあんま気にしたくないから、日常生活に就活があるんだよっていう、そのマインドでずっと行きたいかなって思ってます。とさっき言った行きたい企業の選考に進むのと、あとはキミスカっていうなんかスカートのアプリ入れてて、今結構スカート届いてるので、それで気になったところの進んでいこうかなって思ってます。私は就活を含めて授業とかこのダイアリーのインターンとか、その後悔しないように全部全力で頑張れたらいいなって思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またみんなに聞きたいこととかあったらコメント欄にどしどし書いてください。お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。